久保さん、今回、武士の死にしましょうか。死。死。侍。立派な男子、独立した青年男子。えー、死ね。はい。まあ、あの、包丁はね、まあ、日本は侍というか、刀のあれがあったんで、多分、ま、技術が発達したのかなと思うんですけど、あの、武士道とかね。 まあよくあの宮本武蔵のねあの何とか書みたいなのねあったりとかするんですけど要はそのんだろうな精神というかーうーん多分アメリカにはなかったんじゃないかなっていうだからアメリカのマッカーサーかななんかそのあれなんですよなんだっけな あの中村天ンだ中村天ンが海外の人にその考え方はすごいとちょっとうちアメリカンにはないからそれを講演してくれみたいなねうんなんか日本ってその刀を通して何を培ってきたのかっていうと精神力だと僕は思うんですねうんだからだからなんか武士道みたいなねなんかその侍魂とかね 大和魂とか、なんか、精神的な、まあ、他の諸国に比べると、多分、あんまないと思うんですよ。民族的に多分、そういうところがあったんじゃないかなと思うんですよね。精神力的な部分。精神を。精神がすごく大事っていう。で、なんでかっていうと、その、刀っていう物体は変わらないんだけども、その精神の、その、刀の扱い方によって、その、戦いに勝敗が分かれてしまうっていう、 ところなんですよ多分、まあ、これはまあ僕スポーツやってたんで、まあ、それも露骨にまあ、まあ、ねあの殺し合いするわけじゃないんであれなんですけどもやっぱ技術があっても精神力がないと勝てないんですよスポーツってうんまあメンタルとも、まあ、まあ一般的にはメンタルみたいな話なんだけども武士道的に言うならば精神力みたいな話ですね精神力もメンタルもまあ一緒みたいなもんだと思うんですけどだから結局その刀をどう扱うのかっていう だからそこに対してのなんか精神ですよね。うん。だからすごくそれが大事っていうところの教えがあったんだけど今はなんかそれが古びてるというか。うん。なんかて要はなんでかっていうと海外の成功法則とか海外のここがこう来てるので日本本来のそのそういうところは古いよねみたいな感じになっちゃった部分があるかなとは思うんですけども。 僕は結果的にうーんそこがめちゃ大事かなと思いますね <laughs> 時代がどれだけ変わったとしても,もう何百年前その日本人が開発した精神力というかそれっていうのは今現代も逆に言うと今現代だからこそ大事なのかなとだって、まあ、久保さんもわかると思いますけども <laughs> まあ、ね、このネットっていうねすげえテクノロジーが進んでねネットって誰でも使える触れてるわけじゃないですか だけど、それを使いこなせる人と使いこなせない人がいるわけじゃないですか。じゃあ、その違いって何なのかっていうと、まあ、思い、気持ち、まあ、精神、メンタル、その気持ちですよね。どういう気持ちでそれを使っていくのか、あの、使いこなしていくのかっていうところで、結局、結果が変わる。って話なんですよ。うん。だから、まあ、久保さんはどちらかというと、精神力タフでしたよね。間違いなく。どう考えてもタフですよね。 マージャン店のおっさんで、右も左もわかんないのに、あの、だいぶやってきたなっていう。<laughs> まあ今もやってますけど。結構ね、その、精神力が弱い人っていうのは多分、あネットで稼ぐ確率は非常に少ないとまあ、稼げる確率は非常に少ないのかなと思いますね。結局やめていくんで。うん、だってやめるじゃないですか。精神力ないから。<laughs> 精神力とかの話するとなんか耳なき嫌いする人多いと思うんですよ。それは何でかっていうと、そういうのじゃないみたいなね。いや、そういうの大事だよっていう話なんだけど、いや、そういうのじゃなくて、こうやったらこうやって儲かるっていう、そういうのが走りたいと。マインドとか考え方とか、そう,そういうのじゃないっていうね。まあ結構そういう風潮あるんだけど、うん。刀をどう使うのかっていう考え方、精神力っていうのは、 僕はね、めちゃくちゃ大事だと思うんですけどね。<laughs> うんまあ、大事だからまあ伝えていきたいというところもある。んであの、僕が10月1日誕生日を迎える時に、まあ、新商品をまあ投入するんですけど、まあ、これちょっと売れるかわかんないですけど、思考を売るっていうね。そう <laughs> 儲かる方法じゃなくて思考を売るっていうね。多分久保さんのあっちの方が反応するんですよ。あの生活倉庫でしたっけ情報書倉庫か。 あのこれやったら3万儲かるよっていう。<laughs> 多分そっちの方が売れるんですよ。ね、コブさんで、ね。売れますよね、そっちの方が。<laughs> こうやったらこれだけで3万儲かるよっていうのが売れるんだけど。うん、まあ僕は大事なのはあの、考え方だったり精神だと思うんですよね、うん。そこをトレーニングしていく。そこをやっぱ鍛えていくっていうのが、 まあ人生大きく生きて、人生をこう生きていく上でもすごくそこは大事なのかなって。多くの人はそこをトレーニングしてないから、逆境に立った時に耐えられないし、乗り越えられないし、やめていくし、継続できないしっていうところで。うん。だ武士道ってね、いいっすよね。なんか。うん。そう。まあ昔、もう何百,何万何百年前の話なんだけどもね。うーん。 ヤマト魂とかね。いいですよね。まあ、昭和生まれなんですかね、僕たちは。ヤマトくんなんか名前つけないですよね。あの嫌いだったら <laughs>、ね。久保さんがね。<laughs> まあ、なんかそういう、なんかあ根本的にそういうのがあるんでしょうね。まあ、僕も、あの、なんだ、その精神力の方が大事だと思ってる方なんで、ただし、精神力の方が大事だと思ってるけども、 あの、ビジネス的なかん、ビジネス的な考えで、側面で考えるならば、求められるニーズっていうのは、精神力ではなく、なんだこうやったらこれぐらい儲かりますよっていう方が売れるので、そっちも両方やっていかないといけないっていうジレンマはあるんですけど、ただまあ、伝えてはいきたいですよね。うん、ここ大事だよねっていうところで。うん。な感じですかね。いってらっしゃい。